晩どうするご飯おにぎり怖い猫だけだからあれ炊いたけん猫だけ炊いたけん煮物を作ったけん、うん、おにぎり猫だけあったら食べる、うん、明日の準備できとん？明日の準備はできとん？もう持っていきさえしたい、うん、あの袋はもう閉めとおけ、おいしゃい行ったと言われること一緒よ、多分レントゲン取ってレントゲン取ってリハビリせいって言うだけよ。リハビリもあんまりいいならこっちがこうやってするのに何歩にも行けませんって言うとこだ。いやリハビリの仕方教えてもらった方がいい。どうやったらいいか、うん、いやここを持ってな、うん、押して言われた通りすればいい。こうしてこっちはまあいいよ。いやそれは最初は硬いけどやるったらできだすんよ、うん、これこうやってそれを毎日やればいいんよ。その言われた通りに、うん、痛いけんってやらなかったりする。痛わってするけんあの先生になろうとはこういう思わすまい大きめだけど頑張ったもんしかできんよ。あるでだいぶええんでお箸も持つんやけどな、ね、あのちゃっちゃちゃっちゃするのはいけねそろーっとしたら糸ないんじゃけどな、うん、できるけん思ってちょっとしよう。いやで、ね、するけんよ。なんでなんでそんなことするの。それがうっかりするけんな。だからいつも頭で物を考えん。いやいけんなよ。あなた君も大変だと思うんだ。だって頭で考えてやってないもん。うん、考えんきゃいけない。I'm not gonna have it, I'm gonna have it.